ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。なんだぜ、霊夢。私、この間、原始人がマンモスの肉をそのまま焼いて、ダイナミックに食べるアニメを見たのよね。キャートルズか？懐かしいもの見てるな。私、大昔に戻ってあの大きな肉にかじりつくのをやってみたいわ。あの時代に戻れば動物がたくさんで捕まえ放題じゃない。相変わらず突拍子もないことを言い出すな。あの時代の動物たちは今よりも大きくて強力なものばかりだぞ。そうなの？人類が生き残ってるから、そんなに強いのなんていないと思ってたわ。そんな霊夢のために今回はかつて人類の天敵だった生物を、紹介していくぜ。え、それは今の私にぴったりな話題ね。よろしく頼むわ。その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず紹介するのはグランドスロースなんだぜ。これは6メートルにもなる巨大な怠け者なんだ。ちなみにグランドスロースはいくつかの亜種が存在したんだ。メガロニチダイという猫くらいのサイズの怠け者もいたらしいぞ。今回の6メートル級の巨大怠け者はメガロニクスや、メガテリウムという生物に該当するぜ。その中でも、メガテリウムが最大級だったんだぜ。6メートルって、あまりに巨大すぎるわ。現在生き残っている怠け者は1メートルくらいしかないからな。とてつもない大きさなんだぜ。これはどんな生き物だったのかしら？グランドスロースのサイズは今でいうところの象よりも大きい、と思ってもらえばいいぜ。長い爪や鋭い歯を持っていておそらくは、肉食であった可能性が高いんだ。怠け者なのに肉食？怠け者って草食じゃなかったかしら？ああ、そうだぜ。怠け者は木の実や木の葉っぱを食べる草食の生物だ。だが、歯が鋭いということは肉を切り裂くためのものであったと考えられるんだ。でも、怠け者なら動きは遅いはずよね。獲物を捕まえられたのかしら？あの時代は今よりも大きな動物が多く生き残っていたからな。獲物には困らなかったのかもしれないぜ。それにこういった巨大生物が生きるために必要な餌を手に入れれなくなったから。今の世界に巨大な動物はあまりいないんだ。今でも大きな動物はたくさんいるけど大昔はそれよりも多かったってことね。そうだぜ。こういった巨大生物は様々な要因で餌が手に入らなくなったために、絶滅したものも多いんだ。単に大きくなっても生存に適しているわけではないのね。私も大きくなりすぎないようにするわ。巨大まんじゅう。ミスターオリバの彼女、マリアみたいにだけはなるなよ。それはさておき、グランドスロースの場合、今の怠け者よりも大きな木を食べていたのかもしれないしな。鋭い葉は木の枝でも噛み切るためのものかもしれないぜ。それは当時の生物のみぞ知るってところね。でも怠け者がそんな人類の敵になるとは思えないけれど、普通に考えてみてくれ。象くらいのサイズの巨大な生物で、腕には鋭い爪を持った猿みたいな生物がその辺を歩いているんだ。これだけの大きさがあれば人間なんて余裕で倒してしまうんだぜ。確かに、冷静に考えてみれば存在だけで恐ろしいわ。それに肉食だったら人間を食べる可能性もあるのよね。その通りだぜ。何が恐ろしいか。それはグランドスロースが人を襲って食べる危険性があることだ。こんな巨大生物が私たちの先祖を襲って食べていたかもしれないんだぜ。うう、絶対に森なんかで出会いたくないわね。6メートルの人食いモンスターなんてまるでゲームの中のような世界ね。今の怠け者は動きがゆっくりだが、あの時代の生物でここまで成長できるほど進化はできているからな。もしかしたら動きはゆっくりじゃなかったかもしれないぞ。どれくらいのスピードで動けたのかしら？推測でしかないが、サイヤ像くらいの動きはできたんじゃないか？人くらいのスピードなら追いつかれそうね。サイモ像も本気出したら意外と速く走れるとか聞くわ。そうそう、グランドスロースの動きは推測でしかないが、ここまで巨大になれるんだ。防衛手段もしっかりとあったんだろうぜ。そんな生き物がどうして絶滅してしまったの？グランドスロースを絶滅させたのも実は人間の祖先なんだぜ。人間の敵じゃなかったの？互いに戦っていたという印象だな。戦士時代の人たちがこのグランドスロースを食べていたという記録もあるんだ。何でも食べちゃうのね。今と違って狩猟採集で食を繋いでいた時代だからな。狩れるものなら何でも買って食べてしまうんだろうぜ。野蛮だけどそうやって私たちの先祖は進化していったのね。それに狩猟するとき、グランドスロースも暴れそうね。今と違って文明の利器なんてないからな。生身でこんな巨大生物と戦ったらそれは一撃が致命傷になりかねないんだぜ。グランドスロースはいつまで生きていたの？記録では4200年前だな。太古の巨大生物の中ではわりかし最近まで生存していたみたいなんだ。そうなのね。全部人間が狩り尽くしてしまったのかしら？どうとも言えないが、狩猟による減少と環境変化だろうな。餌が少なくなったとか、寒くなったとか、原因は多数存在するはずだろうな。それにしても現代に生きていたらどうなっていたのか、
気になる生物ね。案外、象やキリンとかと同じ扱いは受けてそうだが、本当に肉食なら恐ろしい生き物だったかもしれないぜ。骨格から推測するしかないのよね。本当にどんな生き物だったか気になるわ。次に紹介するのはホラハイエナだ。このハイエナは現存するハイエナの2倍以上のサイズがあったとされていて、1.5 メートル、体重は200キロ近くあったとされているんだ。ハイエナってああ見えて、サバンナでは一番恐ろしい生き物って聞いたことがあるわ。ライオンも逃げ出すんじゃなかったっけ？よく知ってるな霊夢、その通りだぜ。ハイエナは70から80センチのそこまで大きくない生物だが、チームワークが凄まじくて、ライオンでも数匹でしか狩りをしないんだ。ハイエナは群れで獲物を追っかけるのをテレビで見たことがあるわ。ハイエナのチームワークは動物界でも随一なんだ。怪我を負った生き物や、ライオンなどが狩りをした後、横取りする形で獲物を奪うことが多いんだぜ。ずるいわね。戦闘能力は高くないのかしら？ライオンみたいに一撃で決めるほどの殺傷能力は、そこまで持ち合わせていないな。ただ、代わりに骨まで砕く顎力があるんだ。骨まで砕くってどれくらいの力があるの？1トン以上だな。ライオンでも200から300キロ程度しかないんだぜ。思っていた以上に強力ね。それで噛みつかれたら歩けなくなっちゃうじゃない。そうだな。ハイエナはそうやって獲物が歩けなくなるまで、地道に攻撃を続けるんだ。ライオンも怠慢なら倒せるだろうが、集団でそれをされたら嫌だから、ハイエナの群れが来ると餌を置いて逃げてしまうんだぜ。ライオンも足を破壊されたら危うくハイエナの餌食ね。だからハイエナここの実力はそれほどでもないんだが、群れで襲えば敵なしなんだぜ。でもハイエナってどうしてそんなに顎の力が強いのかしら？ハイエナが自分から動物を襲うことは少ないんだ。ライオンとかチーターの食べ残しをおこぼれに預かることが多いんだぜ。思ってたよりも好戦的な生き物ではないのね。ただでさえ獲物の少ないサバンナで無駄な戦いは避けたいんだろうな。そこでライオンとかが食べれない骨までガリガリ砕いて食べるために、顎が進化したんだ。でも骨って栄養あるのかしら？食べても硬いだけのイメージはあるのだけれど。ああ見えて骨はしっかりタンパク質を含んでいるんだぜ。そうなの？カルシウムばかりで他の栄養なんてないかと思ってたわ。骨にはたくさんのコラーゲンが入っているんだ。単にカルシウムだけでなく、タンパク質を含むことで柔軟性もあるんだよな。単に硬いだけじゃダメなのね。それなら骨を食べてもしっかり栄養は取れそうね。だからハイエナはサバンナの掃除屋と呼ばれていて、死骸を残さず食べてしまうんだ。清掃会社で雇ったらゴミを全部食べてくれそうね。現代のゴミはさすがに食べられないだろ。ハイエナはワンピースのワポルとは違うんだから。ホラハイエナの話に戻るんだぜ。ハイエナの強さがわかっただろうけど、現存するハイエナの2倍以上の大きさのあったホラハイエナは、当時の人間にとっては猛獣も同然だったんだ。そりゃそうよね。1.5 メートルもある肉食動物なんて、出会っただけでも不運としか言えないわ。30匹以上の群れで活動していて、5メートルにもなるマストドンという、象の仲間を倒す実力があったと化石からは判明しているんだぜ。30匹以上の群れなんて、出会っただけで死亡フラグね。それに群れとはいえ自分よりもはるかに大きな動物を倒すなんて、まるでゲームの中から飛び出してきたような生き物だわ。そんなホラハイエナは当時の人類と戦ったとされる生き物で、氷河期には寒さをしのげる洞穴をめぐって争っていたとされるぜ。人間が勝てそうにないのだけれど、いや、明らかにハイエナの方が、強いに決まってるじゃない。それがそうでもないんだ。当時の戦士人類は明らかにずば抜けた知能と集団生活を見出していたんだ。それが人間があの猛獣たちの時代を勝ち抜けることができた理由だぜ。集団生活するっていう点は同じだけれど、ハイエナよりも人間が一枚上手を言っていたのね。化石上だが、ホラハイエナは1万年前には絶滅してしまったんだ。おそらくは人間との競争に負けて、大きさに対して必要な獲物も手に入らなくなってしまったからだな。大きくて強くて、集団で狩りをするって生き物ですら勝ち抜けなかったのね。氷河期は厳しいわ。あの大量絶滅の時代を生き抜くにはホラハイエナでも無理だったんだよな。だけどあの時代の人間たちと対等に戦って、脅威になっていたことは間違いないぜ。次に紹介するのはメガラニアなんだぜ。メガラニアは体長4メートルにも達するオオトカゲの仲間なんだ。4メートルってもはや恐竜じゃない。私もメガラニアに乗って戦ってみたいわ。メガラニアは5万年前にオーストラリアに生息していたとされるんだ。この時期は戦士人類がオセアニアの大陸にやってきた頃とされているぜ。人間がやってきた頃までいたということはそれからは見つかってないということよね。そうだな、だから人間とやり合ってもしかしたら、絶滅させられたのかもしれないな。こんな巨大なトカゲ、近寄りたくもないわ。勝てるビジョンが見えないし。このメガラニアには5年とされる生物が現存しているんだ。それが世界最大のトカゲであるコモドオオトカゲなんだ。
このトカゲはどれくらいまで大きくなるの？コモドオオトカゲは3メートルにもなる巨大なトカゲで、インドネシアのコモド島などに生息するんだ。インドネシアのトカゲなのね。3メートルってメガラニアとあまり変わらないじゃない。ああ、そんな巨大生物がまだまだ世界にはたくさんいるんだぜ。メガラニアには何か特徴はあるのかしら？デカイ以外にも強力な毒を持っていたとされるんだ。その毒は血液の凝固を防ぐ毒と言われているぜ。血液の凝固を防ぐ毒ってどういうこと？血が止まらなくなって死ぬの？いや、それよりも深刻なんだぜ。血液の凝固を防ぐということは要は、かさぶたができないようになるってことだぜ。血小板など、血液の凝固に関わるものが破壊されていくんだ。え、なんかじわじわ来るタイプのやつね。それを聞いただけでもメガラニアには近寄りたくないわ。最終的には血圧低下などの症状が出て多臓器不全や、心不全で命を落とすこともあるんだ。でも、化石から毒が見つかったわけではないでしょう？どういう理屈でそういった結論にたどり着いたの？それはコモドオオトカゲが同じような毒を持っているからなんだ。え、あんなでかいだけじゃなく毒まで持ってるの？そうなんだぜ。実はコモドオオトカゲはメガラニアと近縁種でこういった毒を持っているから、骨格上ほぼ同じのメガラニアも同じ毒を持っていたとされるんだ。オーストラリアに近いインドネシアに住んでいるから大陸が分かれた時に別種になったのかもしれないな。コモドオオトカゲの先祖がメガラニアかもしれないのね。ビッグな先祖を持っているのね。ちなみにコモドオオトカゲはもともと毒は持っていないとされていたんだ。コモドオオトカゲに噛まれると噛まれた部分が腐ったようになり、全身が痺れて動けなくなって死ぬんだ。生々しくて聞けない話ね。できれば聞きたくなかったわ。かつてこの原因はコモドオオトカゲの口内細菌によるものだと考えられていたんだぜ。噛まれたことで血液中に細菌が入ることで起こる敗血症が死因とされていたんだ。動物に噛まれたら病院で手当てしてもらえって言うわよね。動物はどんな菌を持っているかわからないものね。コモドオオトカゲはその口で獲物となる水牛などに何度も噛みつくんだ。決して致命傷になることはないんだが、その傷は獲物の命を少しずつ蝕んでいくぜ。獲物が弱って動けなくなるまで、コモドオオトカゲは執念深く追いかけ続けるんだ。弱っていく様子を見ていくなんて、死神も同然じゃない。まさにその通りだな。たとえ自分より大きな草食動物でも、コモドオオトカゲに襲われたら最後、衰弱して餌食になるんだぜ。コモドオオトカゲは人を襲わないの？記録上は30人以上が今まで襲われていて、4人が命を落としているんだぜ。思ったよりも亡くなった人が少なかったわ。もっと危険で毎年何人も死者を出す生物かと思っていたから少し意外ね。コモドオオトカゲ自体が数が少なくて、人の保護下で管理されている生き物になってしまったからな。今はコモド国立公園で人間の保護のもと、ゆったりと暮らしているようなんだぜ。それでも猛獣であることに変わりはないわね。一度襲われれば死を覚悟しなくてはならないわね。そうだな。メガラニアの話に戻るが、そんな強力な毒を携えたメガラニアもまた人間と戦った戦士時代の猛獣なんだぜ。私たちの先祖の勇気、計り知れないわ。次に紹介するのはショートフェイスベアなんだぜ。なんだ、ただのクマさんじゃない。今まで巨大な生き物ばかり見てきたけどこのクマさんも大きいの？体の高さは 1.5 メートルで大きさは 3.6 メートルにもなるクマだぜ。ヒグマは最大3メートルだから、ショートフェイスベアはそれよりも、一回り大きいくらいかな。それでも十分大きいわ。大きいクマってだけでも十分脅威にはなると思うわね。それもそうだが、ショートフェイスベアの恐ろしい部分はその足の速さなんだ。足の速さ？クマさんに足の速いイメージなんてあまりなかったわ。クマの足の速さを舐めてはいけないんだぜ。日本で見られるツキノワグマやヒグマだって本気になれば人間よりも圧倒的に速く走れるんだ。そうだったのね。ただ蜂蜜舐めてのほほんと暮らしていたと思っていたわ。それは黄色いクマだけなんだぜ。クマは一応雑食だが、鹿などを襲って食べることもある立派な肉食動物なんだ。そんなに凶暴だったのね。確かにニュースでクマに襲われたっていうのを見たことがあるわ。ショートフェイスベアの最大速度は60キロだったとされているぜ。3.6 メートルの巨体で60キロで追いかけてこられたら、間違いなく死が待っているだろうな。やっぱりクマも立派な猛獣ね。クマには鋭い爪、強靭な顎と牙もある、総じてスペックの高い動物なんだ。だからサバンナのライオンやトラといった肉食動物よりも強いかもしれないんだぜ。それにクマのさらなる武器は恐ろしいほど強い嗅覚なんだ。嗅覚？そこまで優れているというイメージはなかったけどどれくらい強いの？警察が捜査で使う警察犬なんかはかなり嗅覚が強くて、犯人の手がかりをつかむことに貢献するんだがクマは、その数倍以上の嗅覚を持っているとされるぜ。その数倍って、凄まじいわね。だからヒグマの住んでいる地域ではガムを吐き捨てることはご法度なんだぜ。どうして？
ガムなら自然に買えるから良いじゃない。ガムを吐き捨てるモラルは悪いとは思うが、違うんだ。ガムの匂いに興味を示して、ガムに染みついた唾液から人間を追ってくるんだ。ガムの唾液を追ってくるなんて、とんだ変態じゃない。そうして人間のところにたどり着いたクマは最後に人を襲って食べるんだ。そうやって人の味を覚えたクマは人を立て続けに襲うんだぜ。変態とか言ってごめんなさい。どうか食べないでください。そうやって襲われた戦士人類もいただろうな。集団生活している中での襲撃もおそらくはあったと思うんだぜ。それに足が速いってことは追いかけられた戦士人類もおそらくはいるわよね。ああ、いただろうな。そうやって一人ずつ消えていった戦士人類の群れもあったんだろうぜ。よく人間がこんな大きくて強い動物に勝てたと思うわ。ショートフェイスベアは80万年前に登場して、1万年前に絶滅したんだぜ。実に79万年も存在していた長い種だったんだ。そんな、明らかに自然に適応できていたであろう生物が絶滅するなんて、にわかには信じられないわね。それが自然だからな。雑食で、上位の捕食者でもあったショートフェイスベアの、絶滅に考えられるのは疫病だな。疫病でそれだけ減ってしまうものなのかしら？疫病だけで絶滅することはないんだと思うぜ。それでも数が減ってしまった後に何かしらの要因で減少に歯止めが、かからなくなるんだぜ。例えば干ばつで餌が手に入らなくなるとか、たまたまオスかメスに偏ってしまったり、様々な要因はあるんだ。明らかに人間よりも強そうな生き物でも、現代まで生き残ることはできなかったのね。これが自然の厳しさだな。強くて、優位に立つ捕食者だけが強いわけではないんだぜ。そう思うと今私たちがこうやって何不自由なく生きれているのは、知恵で今まで乗り越えてきた先祖様のおかげなのね。そう思ってくれたら今日も解説してよかったと思うぜ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。